こんにちは、日本改革党靴沢です。立憲の蓮舫さん、都知事選出るんだって。今日発表、立憲だけでなくてですね、共産社民その他のパヨパヨしいとこ全てが一丸となって応援するそうであります。パヨ集結の宇都宮健児鳥越パターンですね、これね。オール左翼。鳥越が出るときは、宇都宮健児は引っ込めさせられたんだよね。割れちゃうからつって、鳥越に集中したいからつって、立憲、共産、社民、令和、あとは外国人が応援するっていう。世論です。緑の狸 VS 亀付き亀、究極の選択。2番でいいんですよね。立憲は本当に人材がいないんだな。岸田と自民党がクソだからといって立憲が正義であるとする根拠にはならない。候補者は太陽光クズばかり。あれか、蓮舫も小池も太陽光推しなのか。蓮舫がなるぐらいなら小池でいいわ。国会から追い出したい執行部にはめられたんじゃ。これあるかもしんないな。あるかもしんない。国会にいられるとうぜえ言って、執行部が、追い払うために出ちゃいなよっかなんか言って、おだててね。これで蓮舫が国会から消えるんだ。めでたい。小池陣営は、都は自民、公明が応援。蓮舎陣営は、立教社連、プラス、市民連合、プラス、外国人の、オール左翼ですね。あとこれにメディア、テレビは立憲支持、公にしてますから、民放労連ね。けれども、小池のご機嫌も損ねたくないっていう。公明、学会のご機嫌も損ねたくないっていう。テレビは、苦しい立場、ああだな。学歴詐称 VS 二重国籍の戦いになりましたね、これね。ちなみにどっちも太陽光発電推しの売国土であります。もう我が国は国土面積に対するパネルの割合が世界一なんだから、これ以上増やすなよ。増やす必要あんのかよ。仮に蓮舫が当選してもですね、都議会は自民プラス都ファプラス公明の順で数が多いんで、議案が何一つ通らなくなってですね、都政が停滞する恐れがあります。蓮舫が当選しちゃったら、パヨ陣営はですね、停滞でも何でもいいんで社会が混乱すればそれでいいって思ってるだろうけれども、今の都議会は自民が賛成しないと何も通らない状態なんで、小池都知事は自民の言いなりになってる可能性が大きいんですね。傀儡として操られる小池を操られる、自民はわざわざね、独自候補立てなくてもいいって判断したのかもしれないな、予想しております。増田立てて惨敗したし、小池蓮舫の二択しか選択肢がなかったら、もちろんですね、共産党と外国人言いなりの自身も外国人の蓮舫より、まあ、自民の言いなりの小池の方がマシなのかな。どっちのクソを選ぶかって話なんですけど、どっちの毒薬が、被害が少ないかなっていう選択だったら小池かな。やっぱ自分も外国人だもんね。蓮舫は。では、東京におけるオール左翼の票数はどう推移しているのかって話なんですけど、社会党や民主党、共産党がそれぞれバラバラに候補を出さずにですね、オール左翼で戦い始めたのが2012年からですね。この時の結果がですね、猪瀬直樹434万票取ったなー。オール左翼の宇都宮健児97万票、以後ですね、2014年、舛添要一211万票、猪瀬さんの半分しか取れなかった。宇都宮健児98万票、2016年、小池百合子291万票、鳥越慎太郎134万票。鳥越は本当にオール左翼だったな。宇都宮健児に出んなって引っ込めさせて、一丸となってね。22年、小池百合子366万票、宇都宮健児84万票プラス、空気読まない山本太郎が66万票
100万票出ちゃってね、オール最悪で一本化しましょう宇都宮でいうところを山本太郎も出ちゃって、まあこの時はですね、あのコロナの同情票が小池都知事に集まっとって、毎日のように記者会見やって、あの悲痛な面持ちで、どうせ勝てねえなっていうからあことで、あの宇都宮検事、山本も出だらってことになったかもしれないですけど、まああのこれで150万票ですよね、この結果からですね、あの東京のガチ左翼票は90万票程度で、2020年は令和が共産党の別団体ってバレてなかった頃なんで、頭が緩い層が投票した可能性あるんですけれども、ガチオール左翼で戦う蓮舫の票数はですね、100万票から160万票と予想いたします。山本太郎と宇都宮検事足したぐらい、だいぶあの精度悪いですけどねもうちょっとあの細かく予想できないのが、まあ最大で160万票だろうな、選挙に行かない4割があの突然目が覚めて行くようになるとは思いませんからね。蓮舫は2022年にですね、6枠ある東京選挙区で当選したばかりなのになぜって思いましたけれども、あと4年あるのになぜって思いましたけれども、蓮舫の東京選挙区票数推移、04年36歳92万、3位10年42歳171万1位16年48歳112万1位、22年54歳67万4位ということで、10年の時よりも3分の1になっちゃってる。171万から67万に約3分の1になっちゃってる。16年からの6年間でも112万から67万、ほぼ半減しちゃってる。こんだけ顕著に減ってるとですね、次はもう落選手踏んでの都知事選出馬なのかなー、これあのあえて年齢も入れたのはやっぱりあの綺麗で売ってる女性の候補は加齢とともに票数を落としていくっていう実例ですね。現実は残酷だな。これに落選したら衆院に鞍替えしてですね、東京のどっかから出んじゃないかって予想しております。自民が出ずに公明の岡本しか出ないですね。29区荒川区と足立区西部だったら嫌だな。私もそこに出ようと思ってるんでね、国土に対する太陽光パネルの面積比が世界一となり、太陽光電力が過剰で余らせているそうであります。昨年使い切れずに余ってですね、出力制限された太陽光発電電力量は 18.9 億、キロワットパーアウアで前年度比 3.3 倍に急増、急増。出力制限されたってことはもう発電すんだ、電気送ってくんだって言われたっていう。これは45万世帯の1年分の電力量に匹敵するそうであります。45万世帯っていうと、まあ5000万世帯弱ですから、日本中でまあ 1%、1% を無駄に余らしてしまった。これでもまだですね、この一族の日本端子のために山を切り開いて増やし続けるんだろうか、太陽光パネルね。18.9 億キロワットパーアウアのうち実に13億が原発を活用している九電管内だった。今年はさらに増えてですね、24億キロワットパーアウア以上余らすだろうって見込みになってました。世論です。太陽光ゴリ押しで裏金が回る仕組みができてんだろうな。もう再エネ増やすな、再エネ賦課金やめろや、それでもまだパネル増やそうとしてる。太陽光発電は害しかないんだって、捨てるぐらいならタダでくれよ。2030年までに電気代が今の3倍になるって、どう考えても夜間や曇りで発電しない太陽光の方がいらない、出力制限されたイコール電気を送っても買わないぞってことですね。これ毎日新聞の記事なんですけど、なんで太陽光発電が過剰ということをわざわざ報じたのかっていうとですね、原発の方を減らせっていう風に持ってきたいんじゃないかと予想します。わざわざですね、18.9 億のうち
ち13億が原発を利用している給電って書いてるし、毎日のほぼ全部が悪意でできてるしね。電力買取価格はですね、今はオークションとなってて、キロワットパーアワーあたり5円まで下がりました。菅直人と孫正義が始めた頃はですね、33円に固定されててですね、悪質業者の中にはディーゼル発電機で10円程度で生産した電力をですね、33円で売って儲けてたって話も聞きました。電力余ってんのに値段が暴落してんのに、まだ増やす気なのか、まだ増やす気なのか。これあの熊がいっぱい出没するのは太陽光パネル開発で山に居場所なくなったからって話ありますよ。我が国太陽光パネル汚染の元凶の一人、河野太郎、裁判で懲らしめないといけないですね。とっちめないといけないですね。日本大使のために働いてんだこいつは。太陽光パネルご利用してんだ。とっちめないといけないな。金庫刑や故意の税金、社会保険税滞納で永住資格取り消し法が成立。厚労省、今まで保険料の滞納状況を日本人と外国人で区別してなかったんで、これからやります。今まで把握してなかったんかーいと驚きの声が上がっておりました。世論、まさに職務怠慢、なんとなくヤバくなる気がするもののデータをないふりしとくと、おそらく住所すら把握してない。滞納者は在留資格取り消しな。来日してすぐ保険で高額医療費を使う外国人が大問題。日本人の保険料滞納にはがっつりと詰めに来るくせに、口座差し押さえとかね、するわね。2021年2月、私の豊島区以外の一般質問で判明した外国人保険税滞納率なんですけれども、日本人含む全国平均は 5% 以下であります。これが外国人ってなるとですね、永住外国人ですら 18.0% 滞納している。留学やビジネスなど、短期滞在っていうか、まあ、2、3年滞在かな、結局永住者じゃない滞在外国人は 51.8% 滞納している。払ってる連中の方が少ない。これね、概念がねえんだ。こういうね、外国人には保険っていう概念、国がやってる保険っていう概念がなくて払わねえ。あとはですね、留学生なんかは2、3年で帰るんで、その間病気しなきゃいいやって思って、まあ若いしね、払わねえっていうやつもいる。外国人平均では 45.6% の滞納率。ほぼ半分ですよ。半分近く滞納してるんですよ、外国人。外国人の滞納で国保税どんどん上がっちまいますよ。外国人の滞納は日本人が尻拭いしてんですよ。こんなの許せます？なんでね、お前ら滞納率高いんだから別会計でやるわ。で、負担、5割負担になってやるとかね、多種多量に存在するですね、民間の医療保険でやってくれよ。言わねえんだ。なんで国保使わすんだ。そもそも国民健康保険って日本人健康保険のことじゃないのかよ。国民って日本人のことだろ。なんで外国人に使わせねえんだ。それもこれもですね、医療業界と外国人にいい顔したいバカ自民のせいであります。10年ぐらい前にですね、日本医師会から自民党に2億円の献金があったことは分かってんですけど、今もっと増えてるかもね、5億円とかね。永住外国人の保険税滞納が豊島区では 18%。 こういう連中は今後ですね、払えるのに払わないって判断されたら永住資格取り消しですね。厳密に粛々とバシバシと無慈悲にやってもらいたいもんだわな。立憲、政治資金パーティー一律禁止法案を提出。自民党でも岡田幹事長は20年で18億円集めてますよね。岡田幹事長、予定していたパーティーを中止。岡田、自分のは中止したけど、法案成立前に立憲のすべてのパーティーを禁止する、やるなって言ってるわけではない。さらに岡田、パーティー批判は立民がおかしなことをやっているという維新と自民のプロパガンダだ。街頭演説で絶叫。世論です。本当に言ってて笑った。ちょっと何言ってるかわからない。
批判体制ゼロやな。じゃあ自分らのパーティー批判は何だったんだ。内外から叩かれすぎて錯乱しとる。ブーメラン刺さってるだけやろな。パーティー批判してたのはお前らだろ、じゃあなんでパーティー禁止法案なんて出してんだお前んとこ。あんな無茶な法案否決されて自民があってやりたいだけだろ、不記載脱税じゃなくてパーティー自体をね悪として禁止しようって言い出したんですよ立憲は。あーパーティー批判はプロパガンダってわけわかんないですよね。パーティー自体は悪であるっていうことで一律禁止だって言い出したのにパーティー批判はプロパガンダ、何言ってかわかんないですよ。これが理解できるようになったら人間としてはいけない領域であります。理解できないあなたが正しい。どんどんバカになって言葉がわからなくなっていくですね。もののけ姫のイノシシたちを見ているようであります。今日の単身です。立憲泉代表、パーティー禁止法案が通らなくても立民独自でパーティー禁止にする予定はって聞かれまして、ない、成立しなかったんでしょ、なんもないですから、パーティー自体を悪とし禁止してたが自分らはやり続けるんだって、通りっこないんでとりあえずかっこいいこと言ってみました。丸見えですねこれね、通らなかったらこれ幸いと自民がーテレビもこれに乗っかって自民がーってやれればそれでいいと、立憲と泉がどんどんバカになっていくのか、もともとバカだったのがそれが可視化されるようになったのかは不明でありますけれども、岡田はもともとバカでした。実の父親にですね、勝也に商売は無理だ、議員でもさせとけ、見放されるぐらいにはバカでした。勝也は、突然の川勝辞職を受けた静岡知事選、昨日開票終わりました。当選したのは川勝の後釜で、立民と民民の推薦を受けた元浜松市長の鈴木康友って人みたいであります。これで静岡でですね、川勝路線踏襲でリニア妨害太陽光推しがあと4年は続きますね。自民推薦の大村新一は65万票獲得したんですけども、72万票の鈴木に敗北いたしました。いや惜しかったなっていうんでなくてですね、これ左翼が余裕だなっつってですね、共産がですね候補独自候補立てたんです。こっちが10万票取って、だからね川勝みたいにオール左翼で応援してたら82万票取ってた鈴木が、静岡はヤマハや鈴木の労働組合が強いんだって、トヨタやブラザーの労働組合が強いですね。愛知と同じでパヨが当選しやすいってことですかね、逆にですね農家が多い栃木や群馬は自民が強いっていう地域差ありますね。気象庁、今年の夏は災害級の暑さになります、東南アジア付近のですね海水温が上昇するラニャーニャ現象っていうのがあるんだって、それが発生してですね史上最高だった昨年に匹敵するかそれ以上の暑さになるそうであります。6月から補助金停止、イコール税の還元中止で実質増税で電気代上がりますよね。ここでですねめちゃくちゃ暑くなるそうなんで、やっぱ補助金9月まで続けますってやったら政治センスあるんですけれども、まあ岸田と自民には無理でしょうね。政治センス全くなしの、新卒神話崩壊、大手企業で中途採用が増えています。三菱 UFJ 銀行ではですね今年の採用目標を新卒400人中途700人と設定、初めて中途が新卒を上回りました。昨年10月時点での21歳人口は122万7千人でした。団塊ジュニア世代でですね、多い50歳の人口はですね202万6千人もいます。だいたい6割になっちゃった、4割減少しちゃった。新卒だけ年齢限定してはやっていけなくなったんじゃないかって分析します。減り続けてるな、若者は毎年毎年22歳の中からだけ選ぼうっていうのに無理が来てんですねこれね。とっくに終身雇用は崩壊してですね、社員にいい待遇与えられないところは潰れていくようになっております。人口減少は止まらないんだし、人口に見合った企業の数っていうのは必ずありますよね。まあこれは自然な調整であります。今後は調整が落ち着くまでですね、ラーメン、寿司、定食、美容室、理容室、
業種を問わず全ての業界で芸能事務所も、倒産件数過去最多っていうニュースが続くと予想いたします。これは自然なことなんですけれども、これをどうやって自民党のせいにするかがテレビと野党の腕の見せ所ですね。蓮舫が都知事選に立候補した、あと4年も任期残ってるのになんで、参院嫌なの、それとも次は確実に起こりそうだから早めに逃げたのか、なんていう憶測は飛びますけれども、当たってると思いますけれども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。